KPI Park is an amazing opportunity for the community to come together, enjoy the time together, enjoy the time in tennis and other sports to improve your body, make you feel healthy, improve your mind, and enjoy every day. KPI パークに来ております。今日は合同戦いを開催しております。初心者向けのラケット E ゾーン 100L とめちゃめちゃ気持ちよく飛んでいく。次はテクニファイバーの初心者向けラケットについてお伺いしたい、いきたいと思います。はい、テクニファイバーがおすすめする初心者の方に向けてのモデルとしては、このテンポというシリーズテンポ、おすすめしたいと思います。はい、初心者の方、はい、困りごととしてはやっぱりなかなかボール真ん中に当て続けられないとか、はい、スイングがなかなか安定しないとか、うん、まあそういう困りごとあると思うんですけれども、はい、実はこのラケット、普通の27インチのラケットよりも、半インチ短い 26.5 インチの仕様になっております。はいはい、ですので、ご自分のスイングがしっかり固まるまで、この操作性のいいラケットで、スイングをしっかり作っていただいて、真ん中に当てるコツを掴んでいただくためにも、なるほど、初心者の方には、すごくこの 255g と 270g、はい、テンポのですね、2種類、ぜひおすすめしたいと思います。なるほど、テンポ270ということで、ラケットがちょっと短いので、打つこのコントロール感覚が身につけられそう。しっかり。ナイスショー。めちゃめちゃ初心者ラケットと言いつつ、中級者にもおすすめのラケットになってます。私だいぶ打ててましたよね。初心者におすすめのウィルソンラケット聞いていきたいと思います。はい、初心者の方にぜひ手に取っていただきたいのがこちらのクラッシュ、クラッシュになります。はい、こちらはかなり、柔らかい、しなるようなラケットになっておりまして、ウッドラケット以上にしなるラケットということで、ウッドラケット以上にしなる、はい、というようなキャッチコピーで皆様に手に取っていただいているんですけれども、かなり打感も柔らかくて、コントロールもそこまでシビアなコントロール要求されないので、はい、初心者の方にも優しいラケ、うん、使いやすいラケットになっているかと思います。なるほど、はい、じゃあ次はクラッシュいきたいと思います。よいしょ。めちゃめちゃ打ちやすい。初心者ラケットが打ちやすいという私はどうしたらいいんでしょうか。中級者のプレイヤーにもおすすめだと思います。ダンロップの初心者におすすめのラケットをお伺いしていきたいなと思っております。はい、ダンロップの、はい、SX シリーズを初心者の方にはぜひおすすめしたいと思います。 SX の S っていうのはスピンの S。 正解です。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、でですね、なぜおすすめするかと言いますと、はい、やっぱり始めた頃のテニスっていうのはなかなかコートに収まりづらいっていうのが一つの問題点だと思うんですけれども、こちらの SX はですね、この特徴的な溝、そしてダンロップの特有のこの柔らかさっていうのが、はい、まあ、非常にこう初心者の方でも受けがいい、はい、シリーズになっております。はい、でさらに今回は通常はこの黄色の色なんですけれども、今回はですね、限定で、このネイビー色と白の色違いも、はい、発売を、させていただいてますので、はい、まあ、ぜひですね、1本、2本、はい、3本。3本。3本です。3本。と、皆様、揃えていただけたらなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。SX300 のこの限定カラー。いいですね。初心者向けの、しっかりスピンかけていきたいという。私にもかなりぴったりのラケットなんじゃないでしょうか。ちょっと SX300 めちゃめちゃ気持ちいいスピン。これちょっとね、さっきから初心者向けでおすすめされてるラケットが私に全部ぴったりっていうそういう、まあ、中級者にもおすすめなラケットってことですね。バボラさんの初心者におすすめのラケットをお伺いしたいなと思っております。はい、バボラから発売する、初心者向けモデルとしては、エボアエロというシリーズがございます。エボアエロ、はい、はい、こちらもですね、まあ、現行で発売してますピュアエロ、うん、軽いモデルもあるんですけども、まあ、想定としてはやはり競技者が、うん、まあ、使うことが想定された、うん、モデルです。一方このエボシリーズというのは、競技者に行く手前のレベルの方、はい、なるほど、そういった方っていうのは当然ながらまだまだこう真ん中に当てる技術が非常にないので、こう散らばったところに打つと
で、あとボールを飛ばす力っていうのもそんなにないので、そういったところをですね、非常にカバーしたモデルということで、当然そのリカバリー性、端に当たってもよく飛びますし、簡単にスピンがかかるラケットということで、まあスピン矯正にも非常にいいラケットとなっております。なるほど。はい。色の方もですね、グレーベースとホワイトベースと、男の子用、女の子用じゃないですけど、2種類からお選びいただけますので。なるほど。はい。エボアイロ、使っていきたいと思います。2つのデザインがあるんですけど、今回はこの紫の色で打ってみたいと思います。ちょっとスイートスポット外してもスピンがかかるというか、わざとちょっとスイートスポット外してやってみようかな。いやむちゃむちゃ軽く飛んできます。力がない方でもものすごい飛んでいって、ちょっとね、私は爆発してしまったんですけど、かなり楽に飛べて、しかもスピンもしっかりかかるので、おすすめです。